橿原市の藤原旧跡ではコスモスが見ごろを迎えています。国の特別史跡である藤原旧跡では毎年秋になると市や地域の人が育てたコスモスが咲き誇ります。今年もおよそ3万平方メートルの広大なゾーンに6種類300万本が花を咲かせています。このうちクレストレモンは黄色い花をつける珍しい品種だといいます。近くにはピンクが鮮やかなベルサイユも咲き、訪れた人の目を引いていました。市によりますと、藤原旧跡のコスモスは来月上旬までが見ごろで、市のホームページから開花状況を確認できるということです。